カプリッチョは、リヒャルト・シュトラウスの最後のオペラ。台本は作曲者及びクレメンス・クラウス。作曲年代は1940年から1941年。1942年10月28日、バイエルン国立歌劇場で初演された。サリエリのオペラブッファ、まずは音楽、それから言葉の本案であり、台本は指揮者のクラウスと共同で執筆された。 オペラによる、オペラ論の形を取った基地ふれる喜劇で、ギコテン主義的な美しい音楽である。冒頭の前奏曲と、終盤近くの場面転換で演奏される、月光の曲は特に有名で、単独演奏の機会も多い。ヒロインの比重が大きく、主役の白爵令状は、ドイツオペラ系ソプラノの大きな聞かせ役の一つである。全員一幕、約2時間10分。 フルート3、オーボエ2、イングリッシュホルン、クラリネット C 缶、クラリネット B 缶2、バセットホルン、バスクラリネット、ファゴット3、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、ティンパニ、シンバル、大太鼓、ハープ2、チェンバロ、言語部弦楽60層、バイオリン、チェロ、チェンバロ他1775年頃、パリ郊外の城、ロココ風のサロン、音楽家フラマント、 詩人オリビエは若くして未亡人となった白爵夫人マドレーヌに恋している。二人は白爵夫人がどちらを選ぶかで言い争っているが、論争は次第に音楽か言葉かということにまで発展する。劇場支配人のラ・ロッシュも加わり大オペラ論争になる。三人が去ると白爵夫人と兄の白爵が登場する。音楽を賛美する。 白爵夫人を兄がからかう。白爵夫人は兄を女優のクレロンに続婚だから、擬曲の方が好きなのね、と冷やかす。一堂で白爵夫人の誕生日パーティーの打ち合わせをしているところにパリから女優のクレロンが到着する。白爵はクレロンとオリビエの書いたソネットを朗読する。二人が劇場に去るとオリビエは、 白爵夫人の前でその詩を読み上げ、彼女に献上して愛を打ち明けようとする。フラマンはこの詩に旋律をつけて歌にする。因がめちゃくちゃになったとオリビエは激怒するが、白爵夫人は音楽が詩に輝きを与えたという。オリビエが劇場に去った後、フラマンは白爵夫人に愛を告白する。彼女は明日の十一時に書斎でと答える。 パーティーが始まる。バレエやイタリア人歌手の二重賞が披露される。劇場支配人が計画中の二つの劇について語ると一度は嘲笑したり反発したりする。怒った劇場支配人は自分の芸術論を熱く語る。白爵夫人はオペラを作ってほしいという。白爵が今日ここで起こったことをオペラにしようと提案する。皆は納得し。 三回となる。羊は、白爵夫人に、オリビエの伝言を伝える。明日11時、オペラの結末を聞くために、書斎で待っているとのこと。フラマンと約束をした同じ時刻と場所である。どちらを選ぶべきか、白爵夫人はハープを弾きながら、ソネットを、今一度歌い、鏡の中の自分に問いかける。答えは出ない。白爵夫人が部屋を出ると、 この結論を暗示するかのようなホルンの動機が響き、巻く。正規スタジオ録音としては、ボルフガングサバリッシュ、カール・ベーム式のものなどが有名である。ジョルジュ・プレートルの18番でもあり、ライブ録音が2種出ている。シルマーは、パリオペラ座と映像作品も残している。ありがとうございます。